わざわざ、ね、何時間もかけて飛行機でやられに来るっていう、ちょっとかわいそうなんですけど、まあ骨の1本や2本覚悟しておけと感じですね。まあ、ずっとタイで試合を自分のためだけにやってきたので、そろそろ日本のお客さんの前で派手に倒すところを見せたいという感じですね。違うってだけで、目の前の相手をね、ぶっ倒すっていうのは変わんないんで、別に特に何もないです。そうですね、見どころは、まあ、とりあえず思いっきり蹴りまくるんで、最近ちょっとパワーが上がってきてるんで、蹴りまくって蹴りまくってギブアップさせたいですね。ちょっと参ったさせたいですね。ジャパンキックに出るってことはやっぱ KO しないとダメってことなんで、5分で KO します。5分。まあ、タイでやるのはもちろんですけど、日本でもどんどんそろそろ有名になりたいなって思ってます。ライジンの梅野選手と肘やりでやりたいです。ジャパンキック MVP 馬渡亮太、ついに今年初めてジャパンキックのリングに帰ってきましたよ。タイからね、長い間、飛行機で来ると思うんだけど、ギブスと松葉で忘れないように。